ではやっていきましょう。前回お化けイベントをもうほぼ終わらせたみたいな。てか終わらせたのかな？チャプター9、村の聖域。もう9まで来たか。結構進んだな。いや、何章がマックス稼いだけど、でもセーブ用でさ、セーブトップ画面から、今までのセーブデータでやろうとすると、下の方のアイコンに今まで倒したボスが書かれてるんだけど、それが半分近くまで来てるから、まあ進んでるのかもしれませんね。全然覚えてねえ。ゼニガメどうしてんだろう。まだ叱られてるのかな。あいつ寝てたけどな。あいつは叱られずに寝てましたけどね。で、ちょっとリンゴがね、今回いっぱいあるんで、これ売りまくって、金策しますか。お金は結構使ってるからな。しばらくは買わなくてもいいかもな。おはよう、起きたか。昨日はいっぱい怒られちまったな。あいつが寝たからな。アバゴーラ、おめえたちのことを思って。なるほど。まあ、愛ゆえの説教的なあれですかね。まあ、余計なお世話だけどな。別にあいつの子供ってわけでもないし。その後、記憶の方はどうだ？何か思い出したりしたが、やたらこいつそれを聞いてくるな。何も思い出さないわ。そっか。まあ、焦る必要もないと思うが。いろいろ調べてみるといいかもな。いろんな探検をした方がいいと思ってる。なるほど。前も思ったけど、この辺で冒険に関しては結構許してくれてるよね。まあ確かに。村のあちこちを冒険してみるといいと思うだと。村のあちこちって言っても村そんなに広くないしな。まあ村の外に今回は、久しぶりに調査兵団の仕事をすることに。こら、ゼニガメ、もっとちゃんと吹かんか。よし、終わり。なんだこれ、バスで掃除をさせられてる的なあれですかね。引き残しばかりじゃろうが。拭いて終わり。ぜぜぜ、すげえ疲れてんじゃん。掃除をしているのかな。なんだこれは。紙切れ。なんだ、ゼニガメの書き置きだ。グラチュー、ごめん、今日は一緒に遊べなくなった。昨日の反省でずっと家の掃除やらされることになったんだ。なので今日は調査団見習いや、お休みにしよう。あいつ調査団の仕事遊びと思ってんのか。とんでもないやつだな。誰か誘ってダンジョンに行ってみるか。 そういう感じ。結局なんだ、昨日のことバレちゃったの。それで2匹ともお説教。まあそうなんですわ。まあって言ってもこれね、こいつらのせいだからな。何も 言い訳できないというか、怒られても仕方ないですよね。ほう、いいや、帰る前に話し合った。何を。親にちゃんと話した方がいい。いや、やらない方がいいだろう。まあ、お父さんお母さんもなんだ、その知らない方がいいことっていうのはありますからね。結局話したんだこいつら。母ちゃんにこっぴどく怒られちまって、うるさすぎてまだ頭が痛い。俺もすげえ叱られた。みんな怒られたんだよ、もちろん僕も。でも母さん泣いてた。いっぱい心配してた。私たちたくさん思われてるんだなって。叱ってもらえるだけいいよ。私にはそうしてくれる親もいないしね。ニャスパーはなんか親がいないんです。次さらっと流したけど さらっと流したけど、ニャスパーって親いないのかな。わからんけど、ちゃんと説教を食らってるなら安心したぜ。 まあ確かに、まあ、それだけね、こいつのことを心配してるってことだからな。それで、ガチでこれから男女に冒険に行きたいのか、この中の誰と一緒に。なんか楽しそうね。私は OK よ。まあこれは、全員 OK 的なあれですかね。まあ誰と行くか選ぶというよりかはね、誰と行かないか選ぶ的なあれですけどね。まあ、ニャスパーは生きて、ニャスパーなんかグラチン懐いてんな。これ一人しか選べないの？ そんな感じなのか。これこいつらからしたら嫌な役を押し付けてる的なあれじゃん。ニャスパーやる気満々だな。ゼニガメはもうちょっと相棒をクビにして、これからニャスパーとコンビでやっていこうかな。じゃあちょっとアイテムの整理をするんでカットします。よし、道具の整理終わったんで、まあちょっとまず一応このガルーラのこの辺を除いて、なんか仲間になってくれるやついるっぽいからな。こいつも話しかけたな。なんか仲間になってくれるやつがいるっぽいんだな。こいつはもういたな。 あんま新しい。あ、こいつは初めてじゃね、パラス。背中のキノコでも一つどうでしょう。 いらないな。毒とかありそう。来てない。ああ、そう。つながりオーブでなんか受けてんのあったっけか。ああ、なんか一個だけ受けたような気が。よくなかったっけ、これだ、調査リスト。なんもないのか。じゃあ依頼を探すかな。
ねえねえ、しょ。ねえねえ、塩に見えて、こいつ何を言ってんだと思いましたね。つぶやきを見る。戦おう。へえ。ストーンフィールド2階。まあ、いいでしょう。水タイプのポケモン。ああ、ゼニガメがいないのか、でも今回。まあ、いいや。他になんか受け入れるやつは、こいつは、ストーンフィールドってとこだったら受けたいけどな。つぶやきを見る。違うな。ここはどこ？つぶやきを見る。おかしな原っぱ、まあ、やっぱいっぺんに行けるのあんま多くなさそうな感じですね。行けるなら行きたいとこだけど。このスリープはあのさ、ソラの探検隊にいたあの変態のスリープじゃないか。ショタを誘拐して調子こいてた。他にストーンフィールド行くやつはやっぱなさそうですね。2階だからすぐ終わっちゃいそうだけど、まあ行くか。あんま強くないと思うけど、一応メンツは、いやこういうなんかしょぼいダンジョンの時にあえてボーマンダを連れてってみるが、なんかボーマンダどれぐらい強いか見たいって人もいたんで、はい。ヤスパーと一緒に冒険しよう。はい。もう一匹連れていけるぞ。メンバー編成。あ、プリセットは使えないんだね。だから、ボーマンダがいたら連れていくかな。帰るの方が強いんじゃない？これ、帰るより行くか。こっちの方が強いからな。精神力だけど。まあ、今回のダンジョンは、まあ、多分普通にやっても簡単にクリアできるやつなんで、こういう時にまあちょっとね、中ポケがどれぐらい強いかっていうのを見てみたいですね。ここ来るの実は初めてかな。カイルの技をチェックしよう。技設定。ホノパン、雷パンチ。え、技弱。ちゃんと見てなかったけど、技弱くね、お前。まあいいや。それでも十分なパワーが出るんだろう。で、一応連携登録しとくか。グラチは A キボール。ヤスパーは最激光線。カイ、なんでもいいけど。で、バオップだっけ。雷パンチでいいや。これ今一つだけどまあまあ入るな。お、混乱した。いいね。ここはエレキオール仕留めに行く。ちぎり落ちないな。まあまあ硬い。こいつも倒したから似てるけど、まあそんな困んないだろうし。甘い香りいいな。これ何が起きるんだ。回避が下がった。どうでもいいな。お腹が減った。待って、甘い香りってお腹減らせる効果あるの。強くない。ちょっとお腹、確かにそんな強強いな。あれお腹マックスじゃん。全然お腹減ってねえわ。今とんでもないダメージ出したけど、カイリエ。これでも倒しちゃうか。鳴き声。これ何かと思ったけど、メリープか。何のポケモンかいまいちわからなかった。上に逃げようかな。で、来たところを、エレキボール。そしてカイリエの攻撃で倒すと。すげえダメージだな。怠けの枝。一応アイテムが落ちてるから。クラボの実か。どうでもいいですね。どうなってんだこれ。地形がいまいちわかんねえ。後ろにいたの。つながりオーブが反応した。まあ倒してくれ。いや、エレザード倒した。エレザードってあのクソ強かったやつじゃねえ。わけのなんだっけ、かまいたちとかいうさ、わけのわかんない技で攻撃してきたあれ。ってことはこれどういったら、あ、上行って左か。こっちから行けるかな。なんかここいつもより道が入り組んでるというか、また似てんな。ここで拾おう。守りアップ。まあグラチューでいいかな。次の回行くと確かもうすぐ戦闘だから、確かすぐ戦闘か分かんないけど、まあ、勝負しようみたいな感じだったから、この回は極力倒しておきますか。いいね。やっぱニャスパー強えわ。いや、これからニャスパー、グラチュー、ゼニガメの3匹がレギュラーメンツになりそうですね。はいはい。あ、古文がいいのか。いや、でしょ。バオップが待ち構えている。はい。あ、バオッキーじゃなくてバオップだったっけ。まあ、どうでもいいわ。なんか使うかな。ただ弾を使うほどでもないような気もする。ここは怠けでも振っとくか。はい。で、近づいてきたところを、まずはエレキボール。それで海竜が最強光線。はい、強い。あ、でも倒せないのか。倒せないのか。海竜のパワーを持ってしても。ただまひったから、こいつはとりあえずほっとこう。こっちもニャスパーと一緒に集中攻撃しよう。おい、ニャスパー一緒に攻撃しようぜ。こいつ結構強いな。あんま死なないさ。全然、あ、リンゴ焼けた。クソだな、あいつ。そっか、もちろん食べ物が野球的な技でしたよね。木の実だったっけ。でも結構パワーが高いな、思ったより。パワーというか耐久力がありますね。カイリの技を食らっても耐えている。2発も耐えている。カゴの実焼けてしまって、やめ、どんどん焼くのやめろや、マジで。そうそう、死ぬだろ。あ、結構強いぞこいつら。あれ、
左目のやつは倒さなくてもよかったの。じゃあ一匹なんかボスを集中攻撃すればよかったのか。勝負してくれてありがとう、君強いね。まあ僕が強いというかあれですね、海竜が強かったんだけどな。まあいいや、無事クリアできたんでよしとしましょう。またつながったな。なんだ次ドーブルかな、あれはよくわからんけど、まあなんかつながったわ。まだ何かありそうですが、まだ何かある。まあ脱出しちゃおう。まだ何かあって何があんだろう。やっぱ居所何かありそうって、まだ先何かありそうだ。まだ残る。ちょっと何かあるなら残りますか。何があるんだろうか。あれ、いつもこのメッセージだっけ。旅をしてる。あ、そういうことか。そいつじゃあ捕まえたら終わりにすればいいかな。なんかいつも何もないときはなんか何もありませんがとか出たような気がしたんですけど、どうだったかな。キバゴ、こんなとこにいたのか。あ、変なとこ行っちゃった。間違えちゃった。まあいいや。旅をしてるポケモンどこにいるんだろうな。あれ拾いたいけどさ、もう待って、意外と強いぞ。食っとくか。はい、旅をしてるポケモンがいたか出たから、あのメッセージ何かありますかみたいな。何もないときはなんか何もありませんがって出たよね、確かだけど。混乱守りあってもいいな。じゃあ、あ、いたな、多分右の方に。こいつか。お、リーフィア結構いいんじゃない。こいつかわいいし、逃げんな。はい、これ挨拶を交わしてお互いの情報を交換した、大満足したみたい。情報交換しただけで3系回復させてくれたわ。要するに長いからな。いいや、こっからあと PP とかさ、もう全部いっぺんにやってくれや。あとお腹もなんかなかったっけ、こっからだよね。まあどうでもいいんだけど。3系はい、これでも脱出してもいいかもしれませんね。光合成っていいよね。ちょっと光合成の良さは僕には分からないですが、まあ光合成はいいらしいですね。まあ HP 半分ぐらい回復するしな。あと晴れてたらもっと回復するし、とのつながりが広がってきたな。今すぐ男女脱出しますか。これでも多分何もなさそうだから出ますかね。はい、まあいいや、仲間増えたんだったらいいや。草タイプのポケモンはまあいても悪くはないしね。はい、今日の調査おしまい。ヤスパー、まあまあ楽しかったかな。誘ってくれたお礼にこれあげる。おっと、銀の針。あ、これ多分確か投げて直接攻撃できる的なアイテムですね。まあまあ悪くないかも。守っている最中にも生きる的な。なんだ、グラチャンネルと学校の子供たち、ヤンチャム、チョボマゲ、シキジカ、ヌメラ、ニャスパー、繋がったぞ。だって逆に今まで繋がってなかったのか、こいつら。まあいいや、これであれか、いつでもニャスパーとか連れていけるようになった的な。おじい、これでどうお、出た、どうお。ポケダンシリーズでさ、なんか、これどうみたいに聞くとき、なぜかどうおって書いてあるんですよね。これがすげえ前から気になってて、なんでかわかんないけど、まだまだ雑じゃが、まあいいじゃろ。いや、僕が冒険者間ずっとこいつらは、掃除をしてたのか。すげえな。その精神力に感服したわ。やっと掃除が終わったよ。今日はごめんね。でも明日からまた調査団見習いができそうだからよろしくね。うい。お、グラチュー帰ってきたか。なんだ。でも今回怒られたのは仕方ないと思ってるし、叱られるのもいつものことだからへこんだりはしてないよ。はあ、そうですか。子供のうちから冒険してほしいとは思ってるかな。まあ、ここはちょっとね、どこまで攻めるかみたいなところは難しいですけどね。おじい間違ってるの？間違っちゃいねえ。心配だからいろいろ言うだけだ。でもオラはそこまで心配していない。それぞれの考えがあってのことだと。はあ、なるほど。そうなんだ。この朝村だったらどこら辺を冒険してみたいの？そうだな。天慶山とか行ってみたいな。天慶山。天眼山みたいな名前だな。あれ、天眼山だっけ？天眼山だっけ？なんかありましたよね。寒いところ。でも天慶山は神聖な山とされていて、絶対に行っちゃいけないって言われてるよ。まあそうだが、すごく神秘的でくすぐられるものを感じねえが、オラこの村に越してきたの最近だし、なんで行っちゃいけねえのか知らねえが、ちょっと覗いてみるだけなら大丈夫じゃないかな。適当なこと言って大丈夫かお前。めちゃくちゃ怒られそうだな。まあそりゃそうだな。冒険心をなくしたらダメだってことだ。この花いいこと言うじゃねえか。少しぐらいハメ外してもいいとオラは思ってる。なるほどね。まあやっぱそれぞれね、
考えがある。この後グラチューとゼニガメは夕方までちょっとだけ遊んでから別れたのでした。ポケモンが遊ぶって何するんだろうな。猫は遊ぶっていうとなんかもう殴り合いとかなんですけどね。ポケモンの遊ぶはどうだろう。ポケモンの遊ぶも殴り合いなのかな。その辺はわからない。もうちょっとやるか。微妙な時間だけど、前回はね道具はあんまり拾わなかった気がするけど、リンゴを食われて使っちゃったから補充だけしたいとこですね。針は持っててもいいかもな。まあ今日はなんだ、なんかイベントがあんのかな。最近イベントだらけだからな、なんもないってことはなさそうな気が、なんもなさそうですね。いやまだわかんない。このなんだこれ、これ何、あこんなんあったんだ、道しるべ的な。まあどうでもいいわ。なんか起きてるっぽいですね。あれあれは、おっとまさかここで強者の翼をはためかせるペリッパーさんじゃないですかこんなとこで何をしていたんだ。どうしたお前ら、今のペリカンだよね。なんかあったの、号外を知らせてくれたんだ。最近ポケモンが石にされる事件が起きているらしいです。あったな、ホエル王がなんか石になってるみたいのがなんかありましたね。初めて聞いたよ、ポケモンが石になるなんて。なんでも怒ってるの、村は平和と。なるほどね。ワイワイタウンってさ、なんか名前だけ出てくるけど一回も行ったことないよな。ここ田舎なんだ。ワイワイ、逆にポケモンの都会って何があるんでしょうね、わからんけど。世の中は危険なことがいっぱいなんだぜ。それこそ石にされちゃうかもしれないよ。大きくなるまで我慢するよ。うん、まあなんか事件が起きているらしいという情報だけ分かりましたね。なんか買うもんあるかな。不眠リングなんかまあまあいいかも。でもまあ金払って買うことじゃないわ。まあ、ちょっとアイテムの整理するんで、またまたカットで。よし準備はできた。じゃあまた依頼を受けますかね。まとめていくつか受けられるんじゃないかと。いや受けることは受けれるんですけど、同じ場所でなんかねまとめてやりたいなってのもあるんだけど、どこだ次どこだ。ハルトスこれか、下の下になんかいるな、こいつか。あリーフェとつながったからここが広がったんだ。どっちの金、おかしな腹っぱって他にもあったよな。これ受けちゃうか。腕力と戦う、あまた挑戦状なんだ。どっちの筋肉が上か勝負。オッケー。おかしな腹っぱなんか他にもあったよね、確かどっかで。どこだっけな、下の方、こいつか。あこいつだ。2階と3階だし、これでまとめて受けちゃおう。多分いっぺんにいけるんじゃないかなと思ってるんだけど、こいつはちょっと微妙に違うな。ちょこっと草原、これはまた後ででいいや。まあ全部まで受けるだけ受けて行ってもいいけど、まあ動画してる関係もあるし。修行の洞窟へ、ここまだ行くことあるんだな、修行の洞窟って。もう修行終わりかなと思ったんだけど、個人的には。まあでもこれ2個ぐらいかな、受けれる依頼は。そんな感じですかね。よし、じゃあおかしな腹っぱ行きますか。間違ってないよね、おかしな腹っぱで2個受けたよね。うん、よし、じゃあ行こう。で道具を整理してある。はい、で前回町の村のポケモンたちが仲間になったんで、村のポケモンたちがお連れていけるようになりましたね。チーム1なんかさ、あれかこれ前回ゼニガメをさ連れて行ったからチーム1が変わってんのか。チーム1ゼニガメにアスパーでいいな。うん、このメンツでいいな。他のメンツはまあいいか。とりあえずじゃあ今回はこの最強メンツでいきますかね。はい、出発。だったら特攻リングでゼニガメじゃなくてニャスパーでもいいかもしれないけど、まあ1時間のめんどくさいし、いいか。ニャスパーお留守番の時もあるんだろうしな。なんだ、糸を吐く、糸丸か。ここはまず猫玉急所いいね。ひるんだ、不屈の心が発動、やめろや。これあこいつ混乱して糸丸しばいたぞ、ラッキー。オッケー、これなんか何でも倒せそうだな。あでも回復したか。まあエレキボールでいくか。ちょっとあれ、そうそう技の、そうそう、なんか技欲しいよな、新しい技。37円拾った、できれば強奪したいけど。あこいつかな、早いので威力がアップ。
時にやっぱこの遠距離が下に後ろに2匹いるとピカチュウが近距離で殴ってる間に後ろからサポートしてくれるからかなりいい感じになりますね。怠けの枝、これまあまあ強いっぽいからな、いくらあっても困らないかもしれない。これ上にも行けんのか、上行ってみるか。あ、階段あった、敵が1匹来てるな。まあ進んじゃいましょう。ここがバトルでしたっけ。ワンリキーはニャスパーが有利なはず。こいつは一旦なんか枝を投げとくか。近づいてきた。どこ地球投げ、なんだそれ。なんだ今の技は。なんかすげえ動き方したけど、なんなんだあいつ。いいね。あ、でもそんな入っ、え、強っ。ワンリキー強くないか。ちょっと待って、怠けが発動してんのはいいけど、待って強いぞニャスパー。おい、こいつは思ったよりだいぶ強いぞ。待って、なんか使おう。これはやばい。左下のやつを縛っとこう。でまずはこいつを集中攻撃。硬いな、リベンジ。さあ倒せニャスパー、頼む倒せ。あーで、待って、なんか使おう。怠けってまだ発動してたっけ。睡眠させるか。ちょっとあつか爆裂の種食ってもいいな。まあまず一旦眠らせて、おい当てる。爆裂まで食う、ちょっとこいつは強いからこういう時に食わないと。はい、100ダメージ倒せない。いや、こいつ倒せばまたクリアになるんじゃないの。全然当たんなくね。なんかおお、倒した倒した、オッケーオッケー。待って、めっちゃ強かったけど、ワンリキーだから弱いっしょと思ってたら普通に強かったですね。君すごい筋肉だったね。筋肉筋肉。こいつら脳筋だな、仲良くなれそう。いや、僕脳筋系のキャラ結構好きだからな、ワンリキーと仲良くなれそうですね。これでまた広がったな。リーフィアの近くか、ワンリキーは。お、なんだ、さらにさらにワンリキーからの紹介で、なんだなんだ、お、バーフロンともつながった。こいつあそこにカフェにいたやつだな。グラチャンネルとバーフロンはつながったぞ。やったぜ、いいね。まだあるから、いや、これは脱出しない。お前らは帰れ。いや、めちゃめちゃ苦戦したな。まあちょっとキリは微妙なとこだけど、一旦ここで終わって次は次回にしますか。お疲れ様でした。